RMS Pro Bluetooth バージョン、これの動作デモをご覧いただきます。この機械は540サイズのブラシレスモーターのマグネット、これのデータを正確に測定する機械です。 RMS Pro BT の本体と Bluetooth のプリンターがセットになった製品です。それでは動作を見ていただきます。まず Bluetooth プリンターの電源を入れます。次に RMS Pro の電源を入れます。毎回 RMS Pro の本体と Bluetooth プリンターのペアリングが行われます。今ペアリング中。ペアリングがうまくいくとこのようにプリンターから成功というメッセージが出てきます。次にここに表示されていますが、このジョイスティック、これを下に操作します。そうするとまずここにある3つのセンサー、これを強制すると出てます。マグネットを外した状態でジョイスティックを押し込みます。これでセンサーがゼロ強制されます。そしたら次にマグネットを本体に装着します。これには32分の3インチの六角レンチが必要です。はい、固定しました。そうしましたらジョイスティックのセンターボタンを押します。そうすると今モーターが回転しています。1回転して全てのデータを取ります。 1.8 度ずつ回転し、3つのセンサーで合計600のサンプル、磁力のサンプルデータを採取します。はい、測定が終わると、総合評価がこちらに表示されます。小さい文字で上に操作すると今と同じ測定をもう一度行うことができます。左に操作すると、結果をプリンターに印字できるよと表示されています。それではジョイスティックを左側に操作します。こちらに表示されたものと同じデータが、印字されました。